どうもサーユーです。スイフェミという言葉を聞けば、まあ、クレーマーというか PTA のおばさんというかヒステリックというか、まあ、いろいろこじらせてしまった女性のイメージが強いのかなとは思うんですけど、別にいいじゃん頭のいかれたヒステリッククソババアで。そもそもお前のオブラートちょっと薄っぺらいよ。まあ、スイフェミイコールやばい女性という印象が強いのかなとは思うのですが、まあ、中にはですねフェミ騎士と呼ばれる男性のスイフェミも存在するんですね。何それ、キモ。男のくせにスイフェミみたいなことやってるってこと？まあ、多様性ですね。まあ、スイフェミさんたちを支援する男性、俺がスイフェミを守るぜみたいな立ち位置でいることが多く、そういう意味もあってのフェミ騎士って呼ばれてるっぽいんですよね。まあ、僕も決してスイフェミさんたちのやることなすことすべてが間違っているとは思っているわけではないんですけれども、やることなすこと全部間違ってるよ。まあ大体はおかしなことをやってるケースがほとんどですよね。しかしフェミ騎士さんという生き物はそれらのスイフェミさんたちの活動、発狂、ヒステリックを全面肯定、そしてそれらに反発する意見を持つ人に反論したり攻撃をする役割を担ってます。あ、ヒルクライムの大丈夫っていう歌に出てくる、もし世界中が君を否定してもっていうことをスイフェミに対してやってるのか。よくそんな悲しい役割買って出るよな。ようわからんけど、普段男に相手にされてない競争率の低い女をかくまってワンチャン狙ってるとか、そういうことなんじゃねえの？まあそこはちょっとわかりませんが、まあ、今回、ご紹介する男性ツイフェミさん、よもぎ団子さんという方になるんですが、結構男性ツイフェミさん界隈では有名人らしく、あの宇崎ちゃんは遊びたい献血ポスターが炎上した際に献血ボイコットを呼びかけたヤバいツイフェミさんがいたのはご存知の方も多いとは思うのですが、なんとこの献血ボイコットの呼びかけをした首謀者、主犯格はこのよもぎ団子さんという方になるんですね。すげえ、あのツイフェミたちに献血をボイコットすることを呼びかけて血が足りなくて困ってる病人怪我人を皆殺しにしようって、あの献血ボイコットの主犯格かよ。あ、てか男だったんだ、恥ずかしい。それからこのよもぎ団子さん、まあ、かなり想像力の豊かな方で、以前動画で紹介した胸の大きい女性向けのファッションブランドのハトクロの社長がツイフェミさんたちからネットリンチを受けてしまうという痛ましい事件があったのですが、この事件の際にこの話題に乗じてハトクロの服を買ってその写真をツイートした女性がスイフェミさんたちによりバッシングを受けてしまうということもあったんですね。これに対してよもぎ団子さん、何を着るのもそれをアピールするのも自由だけど、それをこのタイミングでやるというのは本人は意識しようがしまいがそれ以上の意味を持たせる。例えば今タイタニックのあのシーンの真似をした写真を載せたらどんなことになるか。あ、さっぱり意味がわからん。まあ、これ5月の2日のツイートなのですが、ちょうど北海道の知床の観光船が沈没して大勢の死者と行方不明者が出たって事件がメディアで大きく取り上げられていた時期と被るので、そういう痛ましい事故が話題になっている時にタイタニックのあのシーンを真似したら炎上するでしょ。それと同じでハトクロの服を今着るということはそういう不謹慎な真似をしていることと同じなんだよということをよもぎ団子さんは言いたいんですね。想像力すごいな、すっと頭に入ってこねえもん。もう理解するまでにだいぶラグ出ちゃうもん。しかも人が大勢死んだ痛ましい事故をこのハトクロの服着た女叩くための材料にするってあたり、献血ボイコット呼びかけて人を殺そうとするやつはやることがちげえな。さらに想像力が豊かなよもぎ団子さん、以前温泉娘というアニメが女性蔑視だということでつゆふみさんたちに炎上させられた際もこんな想像力あふれるツイートをしたんですね。温泉息子って名前でズボン下ろしが得意、やりちん、未成年飲酒喫煙っていう設定のイケメン高校生キャラあっても文句は言わねえよな。表現の自由チンポどもも認めるような、世界の終わりのごとく大騒ぎするなよなと、温泉娘で女性は怒っているんだ、まあ、女性って言ってもツイフェミなんですけど、まあ、そのツイフェミは怒っているんだ、温泉息子という名前でこんなキャラがいたらお前らだってブチギレるだろうということでツイートされてるんですね。あ、だからもう感性がまともな男のそれじゃないんだな、もうそうじゃない感というかなんかずれてるんだろうな。ツイフェミに限ってなんだよな、アニメキャラを自分に照らし合わせて被害者ずらして発狂するのって。まあ現に玉袋豊かっていうキャラが怒られるどころかちょっとバズりましたからね。まあ、それから月曜日のタワワ、これが炎上した際もカウンターで月曜日のデカチンってやる準備したろかとツイートされてるんですね。あ、だからやっぱりずれてんだな、下手くそなんだな。これでツイフェミたちの意見に寄り添えてると思ってるのがすげえな。まあ、まだお前の方がツイフェミに寄り添えるんじゃねえの。まあそれはそれでしんどいですが、まあ、しかしですね、あまりこのよもぎ団子さんを侮ってはいけません、怒らせてはいけません。まあ、過去にですねこんなツイートをしていました。元ヤクザのいる職場で働いた経験もあるわしを舐めるなよ。あ、なんだこいつ、おい俺とタイマン張ろうぜ。なんで
いやこれってかネタ垢じゃないの、なんかさすがに痛すぎるというか、まあここまで来るとちょっと釣り垢の疑いもプンプンするのですが、どうやらよもぎ団子さん本人は真剣っぽいんですよね。こういうの久々に見たわ。俺の友達のヤクザがとか先輩のヤクザがとか言って、まあ、痛いやつがよく口にしてたけど、そういうやつって一人残らずバカにされるというか、まあ、本人は鼻高々に言ってるんだけど、旗から見たら痛いやつ以外の何者でもないんだよな。んで本人もバカにされてることに後から気づいて、そういう話を徐々にしなくなるっていうのが普通のケースなんだろうけど、こいつの場合そのまま大人になっちゃったんだな、かわいそう。まあね、かわいそうなのはここからなんですよね、まあ、本日のメインになるんですが、まあツイッターでは自分の水着姿だったり下着姿の写真をアップする女性がいるんですけど、そういう女性に対してですね、今回よもぎ団子さんが立ち上がったんですね。よもぎ団子の何が立ち上がったんだよ。まずはこちらのツイートですね。でかいおっぱいもおっぱいをでかくする度胸もないやつら残念だったなと、ハイレグを着て中指を立てている写真を上げている女性がいるんですね。このツイートに対してですね、よもぎ団子さんけしからんということで、このように引用リツイートします。毒親持ちで自己肯定感が低いんだろうな。なんだこいつ、エロい写真上げてる女に構ってほしいだけなんじゃないの。まあ、確かに SNS に狂ったように自撮り画像を上げる女ってのはこぞって自己肯定感が低くてめんどくさいメンヘラが多いけど、わざわざ知らん女に引用でリツイートして言うことではねえだろ、構ってちゃうんじゃん。さらによもぎ団子さん、こんなのでわーいおっぱいって喜んで思考停止した挙句、他の女をけなす単細胞男は情けないとも言ってるんですね。まあ、確かにこういう写真に対して喜んでコメントするキモい男らは結構いるんだろうけど、旗から見たらよもぎ団子、確実にお前もそのキモい男の中の一人だぞ。まあ、これにはですね、このおっぱいさんもなんでそんなことを言われなきゃいけないんですかと反論。まあ、ダメだよ返信しちゃ、よもぎ団子がはち切れちゃう、お団子がパンパンになっちゃう。まあ、これに対してよもぎ団子さん何をとち狂ったのか、私は男ですけど。どういうこと。よもぎ団子さん、なぜか唐突に自分が男であることを宣言したんですね。私は男ですけどって、なんでだよ、会話になってない。これにはこのおっぱいさんも、私はなんでそんなことを言われなきゃならないんですかって聞いてるんですけど、私の言ってる意味わかると若干煽り気味で返信するんですね。するとこれに対してよもぎ団子さん、あなた今うろたえてますね。まさか男から冷たいことを言われるのは予想外だったでしょうから、男はみんな下半身でものを考える単細胞生物ではありません。私はあなたを称賛もちやほやもしません。シンプルにキモい。まあ、よくわかんないけど、風俗とかで女に説教する親父みたいな感じ。まあ、これにはですね、このおっぱいさんもよもぎ団子さんが様子のおかしい人だと悟ったのか、じゃあ悪口のつもりで毒親育ちで自己肯定感が低いって言ったということですか、私のことを心配してくれてるわけでもないんですね、ひどいと返信。もうこれね、返信する必要ねえだろ、もうすでにお団子の海面体ははち切れてるよ。まあ、しかしですね、よもぎ団子さん全くブレずに、とりあえずそういうのいらないからって感想です、もう一度言いますが私は男です。こいつ何なんだよ、面白すぎる。私は男です。お前のためにアップした写真でもなかろうに。まあ、もうなんか一周回って愛おしさすら感じさせてくれますね、よもぎ団子さん。そしておっぱいさん、じゃあ黙ってミュートにすれば、ミュートって機能知ってる、なんで私にそういうのいらないからとかわざわざ言ってくるわけ、そんなに私に構ってほしいの。いやもうよもぎ団子のお団子は空っぽだよお前、賢者タイムで。そしてよもぎ団子さん、いえこういう男も存在するということを知っていただきたいだけ、おそらくあなたを否定した男、私が初めてでしょう。キモすぎる。なんだそれ、どういう状態なんだよ。まあ、この二人のやり取りは以上になるんですが、まあ、よもぎ団子さん素晴らしいですね。まあ、純粋なキモさで勝負を仕掛けてくる、まあ、かなりね好感が持てますね。いやマジでいいわこいつ、おそらくあなたを否定した男、私が初めてでしょう。私は男です。まあ別の方でですね、まあ、このやり取りに見かねて、こんなにも会話成立しないんだな、ジェンダー変なのに絡まれてかわいそうとリプした人がいたのですが、これに対してよもぎ団子さん、別に会話する気ないので、ただ言いたいことを一方的に言いに来ただけ、あと私はおっぱいを目の前にしても正常な判断のできるかっこいい大人の男です。だっせーよもぎ団子、お前誰より取り乱してんじゃねえか。まあ、これ半分セクハラなんじゃないかとも思っちゃいますよね。まあ、なんかここまで来ると憎めねえ。まあ、なんだろう、今誹謗中傷じゃねえんだよ、まあ、これ伝わるかわからんけど、いい意味で気持ち悪い。まあ、気持ち悪いって辞書で引いたらこのやり取りを例に挙げてほしいわ。まあ、そうですね、まあ、この場合の気持ち悪いは、まあ、むしろ称賛なんですよね、まあ、決して誹謗中傷ではございません。まあ、三浦のよっちゃんみたいなことを字でやってんだろ。まあ、ぜひですね、この勢いでフェミキシさんたちはついフェミさんたちのことを幸せにしてあげてください。日本の未来はフェミキシさん
んたちにかかっています。頼んだぞ。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。ここは女性だけの街、 LU ready の Women's match。 翌朝からの解放、研ぎ澄ましたジェンダーキャンドル。